のリゾートエクスプレス由布院上り4号発車をいたします。閉まるドアにご注意ください。10時30分、北16時37分、北16時50分、久留米17時30分。
乗車くださいましてありがとうございます。簡単ではございますが、車内設備についてご案内いたします。お手洗いは後方出られましたところと1号車と2号車の間に男女兼用と女性専用を設けております。頭上の荷物棚大変低くなっております。特に窓側におかけのお客様、席をお立ちの際は頭上の荷物棚に十分ご注意ください。また客物入れは客室で出られました左手にございます。また2号車には湯布院の商品を販売しているビュッフェがございます。おすすめのお飲み物には湯布院の天然水を使用し、爽快な喉越しが特徴の湯布院サイダーもご用意しております。 I recommend drinking 湯布院ソーダ。またデザートには3種類のアイスクリームがございます。大分県産のかぼす砂糖を使用したさっぱりとした味わいのかぼすアイスや、濃厚な濃い茶を使用したお濃い茶アイス、 JR 九州ファームのうちの卵を使用した卵アイスもご用意しております。またその他にも湯布院の森号オリジナルのグッズがございます。私ども乗務員もつけている湯布院の森のロゴバッジやスカーフと同じ柄のハンカチ、また新商品には今年3月で湯布院の森は走行開始35周年を迎えました。今35周年を迎え作られたオリジナルタオルもご用意しております。こちらは湯布院の森一世の車両と衛星の菜の花があしらわれております。ご乗車の記念や親しい方へのお土産にいかがでしょうか。またビュッフェカウンター横にはこちらの記念乗車証がございます。こちらがスタンプの台紙になっておりますので、旅の記念にお持ち帰りください。こちらのスタンプも来年の3月まで35周年オリジナルデザインでございます。また次の豊後森駅では湯布院の森の姉妹列車湯布院の森三星号と行き合います。今皆様がご乗車いただいているのが湯布院の森一星号でございます。ぜひ違いを探されてみてはいかがでしょうか。それでは車内でのお時間をごゆっくりとお過ごしください。一星の台紙ってもないですよね。台紙のこれ裏が三星ですもんね。そうですね、はい。Thank you.
2号車ビュッフェからご案内します。その車内ではゆずみつを使用したゆずみつスカッシュやゆずみつジュース、4種類のおにぎりが入った小さめサイズの湯布院わっぱなどご用意しております。その他にも湯布院の森35周年を記念したタオルをご用意しております。ビュッフェの商品は全てお座席へお持ち帰りいただけます。旅の終わりのひととき、思い出話のお供に湯布院の味をお楽しみください。なお、この車内ではワゴンサービスの営業はございません。恐れ入りますが、2号車ビュッフェをご利用くださいませ。
りを出ますと次は天ヶ瀬に停まります。よし。